皆さんこんにちは、久保安元です、今日は大阪府の方に来ております。昨日神戸じゃない、明石でやって、今日三宮で昼間 NHK でやって、今大阪のロイヤルホースでライブ終わったんですけど、今広瀬くんと高橋くんと3人で飲んで結構まあいい感じで帰ってきたんですけど、今日もストイックにレジェパークりたいと思います。ケニカックだとちょっとこの iPad だと難しいんで、電車でコツコツやってたバード・パウエルのフレーズ今日いきたいと思いますが、日本で最も有名なクレオパトラズ・ドリーム、ちょこちょこ練習してたんですけど、まあ割となんか蹴るずっと同じようなコードチェンジなんで、なんだろう、似たようなフレーズが多いんで、ちょっとここでやるにはやりづらいかなと思ってたんですけど、その中でも結構バード・パウエル色が強いものをちょっと今選んで12キーで練習してみたんですけど、こんな感じです。キーがすごい難しいですね。 B フラットマイナーフラ、B フラットマイナー、B フラットマイナー7フラット5と E フラット7から A フラットマイナー251のフレーズで、こんな感じ。あ、塞いじゃったな、見えば。ちっちゃいかな。という、あ、一拍休んでます。ワン、こうです。はい、それでは譜面の方ご覧ください。いってらっしゃい。お帰りください。はい、ということですね。まずこのポイントはワンで、ここのイレブンスからシャープ F じゃない、フラット5に行って、うん、てれで、そこまでわかるんです。で、僕の中で、ここっすね、この後半。あれ？もうわかんなくなっちゃった。こうか。ここのフラット9の音、B の音、これが、割と僕はなんかナインスを使っちゃうんすよ。ナインス、シャープ9って書くのかな、フラット5、フラットマイナス7フラット5の時、なぜかシャープ9って書くんですけど、シャープ9じゃない、プラス9、シャープ9どっちかな。まあ、いわゆるナインスの音ですね。これを結構使いがちだったんですけど、ちゃんとフラット9のこの音使わなきゃなっていうのは常々思ってて。で、だから6リアスケールと、名前忘れちゃった。ナインス使うやつ、なんとかスケール。の違いがあるんですけど、これは完全に6リアスケールで収まっております。ここね、あ、違う、ここがフラット7、セブンスから A フラット B で、これイレブンス行って、これは3度の音ですね。まあ要は次のここにつながってる挟んでる音なんですけど、これは結構いいなと思って。で、ここ。これもう E フラット7入ってますね、ここね。これセブンス、5度、3度で、完全にコードトーンだけ。なんで、だから意外とシンプルっすよね、ここ E フラット7の。で、ここね、これ。完全にこれも E フラット7上の、シャープ11、セブンス、フラット13って、まあ、なんだこれ、ホールトーンです。こう、強いっすね、このサウンド。で、A フラットマイナーに行ってます。うん。ああ。これ、この感じなんか特にもうビバップのパウエルとかの、要素強いっすよね、このホールトーンみたいな感じ。で、こっからここに行くっていうね。
なんで、これ使ったら結構、おぉ、パウエルだなって感じはあるんじゃないでしょうか。といったところで、今日はお開きしたいと思います。今日結構大阪で、広瀬くんのおかげで、チャンネル登録が結構今日増えたんで、この勢いで、増やして、Jジャズ界を盛り上げていきたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録、これによろしく。さよなら。バイバイ。